キドキドキー。サスケ、やばい、逃がすか。サスケ大丈夫？ここまで来たら誰も見つけた。さっきエスカレーターで子供にぶつかってたよね。何のことかしら。しらばっくれんの。私はずっとここにいたわよ。ギャルなめんなよ。さっきおばさんが子供にぶつかったとこ iPhone で撮ってんだよね。あれ、正直に言わないと TikTok でばらまいちゃうよ。ぶつかったわよ。じゃあすぐ戻って謝ってきな。私がやりました、ごめんなさい。いいよ。いいのかい？うん。だっておばさん謝ったじゃん。ギャルなめんなよ。ギャルなめんなよ。じゃあすぐ戻って謝ってきな。ソウスケ待って、切符なくしちゃったかも。何ちんたらしてるのよ、どきなさい。あ、すいません。しめすいません、キンさん。はい、どうされました？どこかで切符なくしちゃったみたいで。どこか心当たりはありますか？嘘ついてるわよ。え？どういうことですか？本当は切符なんて最初から買ってないのよ。色目を使って不正乗車を企んでるのよ。そんな。お客様、本当ですか？そんなことしないですよ。すぐペースを書けばいいと思ってるのよ。あざとい女ね、いやらしい。橋爪さんも根拠はあるんですか？ガキが一丁前にメイクなんてして20年もしたらね、誰にも相手にされなくなるわよ。ひどいです。お姉さん、ジュース買うとこに切符落としてたよ。これありがとう。ってことは橋爪さん、どういうことですか？シューン。どういうことですか？どういうことですか？そんなことしないですよ。あ、おじさん何撮ってるの？何？おじさんが何か撮ってたの。あのガキ、いいところで邪魔しやがって。ちょっと待てよ。クソ、気づきやがったか。逃がさねえぞ。スマホ見せて。なんでだよ、俺は何も撮ってねえぞ。なんか撮ったなんて私言ってなくね？じゃあなんか撮ったんだ。いい写真撮れた？見せてよ。だから何も撮ってないって言ってんだろ。じゃあ写真フォルダ見せろよ。だから俺は何も撮って。ああ、キモ。私の足撮ってんじゃん。なんか勝手にカメラがついたのかもな。じゃあ防犯カメラを見てみましょうか。いや、そんなことしなくても。おじさん、さっきはお姉ちゃんの足を撮ってたんだね。目撃者もいるみたいだし、サツにパクってもらおっか。それだけは許してくれ。許さねえよ。充電完了。あ、充電切れちゃった。今いいとこだったのに。充電するね。早く。何よ。ここのコンセント使ってもいいですか？ダメよ。iPad を充電してるのよ。でもここ私の席ですよね。知らないわ。早い者勝ちよ。すいません。僕の席のコンセント使ってますよね。ああ、そこはモバイルバッテリーを充電してるのよ。抜くんじゃないわよ。いや、僕も使いたいんですけど。早い者勝ちよ。俺のとこも電子レンジが刺さってるぞ。これから弁当を温めるのよ。抜くんじゃないわよ。おいこら、てめえ。あなた一人だけの新幹線じゃないんですよ。何がよ。他の人もコンセントを使いたいんです。使うのは自分の席だけにしてください。数が少ないのよ。まだドライヤーも使いたいのよ。ちなみに新幹線のコンセントは家庭用の7分の1の電圧です。電圧が大きすぎるものは故障や事故の原因になります。そうなのね。今すぐ片付けてください。この階段きちい。エスカレーター欲しいよね。マジそれ。あのサンダル、なんか変じゃないか？着いたー。疲れたー。さーて、いいもんが取れたし帰るか。ちょっといいですか？こんな寒い日にサンダルですか？別にいいだろ。俺は年中サンダルなんだよ。でも珍しいですね。サンダルに iPhone をしまうなんて。何のことだよ。さっき階段で女子高生の後ろをぴったりついて歩いてましたよね。だからなんだよ。たまたま前にいただけだろ。サンダルの先に iPhone を忍ばせ、スカートの中を取ってたんですよね。は？最低。やだ。そんな証拠どこにあるんだよ。俺は何もやってねえよ。一番の証拠はあなたの写真フォルダにありますよね。もうどうにだってなればいい。これで俺は捕まって楽にしてもらえるだろう。誰でもいい。俺のために死んでくれ。危ない。大丈夫？ありがとう。くっ、何やってんだ。見てわからねえか。そこの女をホームから突き飛ばそうとしたんだよ。なぜそんなことをするんだ。この子が何したんだ。理由なんてない。ただ俺が捕まりたかっただけだ。てめえ、どんな理由だろうが、人の命を奪っていいわけねえだろ。こんな当たり前のこともわからねえのか。皆さん、残念ながらこのような事件は今もなくなりません。でもなくす努力はできます。犯人は自分より弱い立場の人を狙ってきます。お子様や女性の方はホームの中ほどで待機する。電車を待つときは SOS ボタンの近くで待機するなど意識してください。はい、平和な日々を守るために皆さんのご協力が必要です。誰か助けて。今すぐ金を出せ。そしたら何もしない。はい、腰に銃を突きつけられてる。早くしろ。全財産出せ。はい、あの人ヘルプマークをどうぞ。あれ、お姉ちゃん何やってんの？え、なんだお前。妹だけど、あんたは？なんでお姉ちゃんからお金もらってんの？紐なの？黙れ。黙らないと撃つぞ。何事ですか？落ち着いてください。撃てば、てめえみたいなやつ、人を撃つ勇気もねえだろ。なんだと？嘘、やめろ。だっさー、BB 弾じゃん。女性を騙してお金を奪い取るなんて、最低なクズ男だな。もういい。待てよ。私あんたに撃たれて怪我しちゃったの。お金もらえるかな。ああ、やるすよ。あおじさん何撮ってるの？何？おじさんが何か撮ってたの。あのガキ、いいところで邪魔しやがって。ちょっと待てよ。クソ、気づきやがったか。逃がさねえぞ。スマホ見せて。なんでだよ、俺は何も撮ってねえぞ。なんか撮ったなんて私言ってなくね？じゃあなんか撮ったんだ。いい写真撮れた？見せてよ。だから何も撮ってないって言ってんだろ。じゃあ写真フォルダ見せろよ。だから俺は何も撮って。ああ、キモ。私の足撮ってんじゃん。なんか勝手。邪魔よ邪魔よ。ああソウスケ、大丈夫？うん。あれどうしたの？僕のおもちゃがない。レアなおもちゃを盗んでやったわ。早速売りに行くわよ。早く逃げるわよ。おいパズ、そこまでだ。え、おもちゃが喋ったわ。俺たちのソウスケのおもちゃが盗むなんてよくない。ああ、ウッディの言う通りだ。何よ、おもちゃなんてすぐ捨てられておしまいよ。それなら私に売りに出された方がいいでしょ。そんなことない。ソウスケは俺たちを手放したりしない。ああ、無限の彼方までな。気味の悪いおもちゃね、もういらないわ。ああ、ウッディ、パズ、これからも僕たちは相棒だよ。バカめ。ガスト食って帰ろう。マジアリゲーター。やった。そのスマホをいただいたぜ。これを売って金にしてやる。ちょっといい？なんだ？スヌーピー好きなの？は？何がだよ。え？スマホの裏に入れてるくせに知らないの？ああ、これか。適当に貼っただけだよ。スマホの裏に入れるもんわかんないわけなくない？何なんだよお前ら。疑ってんのか？じゃあ顔認証してよ。違いますって出てるけど。じゃあパスワードは？やっぱバカだから色々忘れちゃったんだ。ちげえよ、これは俺のじゃね。あんたは何？チーム犯罪？やめろー。キャル強っ。ちょっと駅員さん。はい。ホームのベンチに落書きしてる不良がいるわよ。本当ですか？あんな奴を世に放っておくとろくなことがないわ。すぐ向かいます。ちょっとお客様。あ？今何してたんですか？何って。ベンチに落書きしてたんでしょ。あ？みんなが使う駅を汚す最低な男よ、警察を呼んでちょうだい。いや、ちょっと待ってくれよ。本当でしたら警察沙汰になりますよ。なんでそうなるんだよ。おいこらてめえ。先輩、見た目だけで判断しちゃいかんぞ。どういうことですか？話を聞いてやれ。ベンチの落書き消してたんだよ。春から新入生も来るし、綺麗な街だって思ってもらいたいだろ。疑ってごめんなさい。悪かったわね。この見た目じゃ無理もないよな。そうよ、ばあちゃんも人のこと言えねえぜ。シュー。じゃあ反対ホームもやってくるわ。僕もやります。あ、すいません。愛知水戸から来たんですけど。愛知水戸からですか？はい。今着いた電車ですか？はい。今着いた電車、愛知水戸止まらないんですよ。本当のこと言ってもらえますか？ああ、すいません。間違えました。三河安城からです。三河安城も止まらないんですよ。もう嘘つくのやめてもらっていいですか？ああ、はい。すいません。君どこの学校ですか？京都大です。もう嘘つくのやめてください。兄弟生だったらもっとマシな嘘つきますよ。もう今日だけ本当のこと言ってもらったら許しますんで、本当のこと教えてください。どこにしようかな。いや、聞こえてますよ。ああ、すいません。もう嘘はやめましょう。はい。親御さんも悲しみますよ。はい。どこから来たんですか？岡崎です。なんでお前がキレてんの？すいません。浜松から来たんですけど、ここで生産してもらえます？ああ、なるほど。浜松駅ではどうやって改札に入ったんですか？ちょっと時間がなくて、そのまま通してもらいました。そうですか。駅員から無殺証明書っていう紙はもらってないですか？ないですね。ちょっと急いでたんで。車内で車掌が切符の背景に来なかったですか？いや、来てないですね。あれ？お客さん今の新幹線で来られたんですよね？はい。浜松駅から。はい。残念ですね。今到着した新幹線ひかり号は、新横浜を出たら、ここまで止まらないんですよ。え？ということはわかりますよね。浜松駅から乗車することは不可能ということです。簡単に説明しましょうか。あなたは東京品川新横浜のいずれかの駅を利用し、改札を強行突破し、新幹線ひかり号へ乗車した。そしてあなたの過去の記憶ではひかり号は浜松に停車すると思い込み、あなたはそのままトイレへ駆け込む。そのままトイレで引きこもった。そう、車内改札をくぐり抜けるためにね。あなたは浜松に停車しなかったことも知らずに、ここで降りてあなたは浜松から乗ったと申告してきた。よってお客さん、いや、犯人さん。あなたがやったことは不正乗車。立派な犯罪です。すいませんでした。もしもし。もしもし。今入場券2枚買ったから、電車着いたらすぐ教えてくれ。了解。ご利用ありがとうございます。もしもし。着いたか？おう。今ホームにいる。すぐ向かうわ。はい、こちら豊橋駅たくあんです。お疲れ様です。東京駅の斉藤です。一点共有したいことがありまして、先ほど入場券で改札に入った黒縁メガネに黒い帽子の男性のお客様なんですが、現在姿がありません。新幹線に乗車した可能性がありますので、警戒をお願いいたします。ご連絡ありがとうございます。承知しました。ご利用ありがとうございます。ん？さっき入場券で入ったやつだよな。ご乗車ありがとう。ん？黒縁メガネに黒い帽子？もしかして。すいませんお客様。おー、はい。大変申し訳ないのですが、今、不審者がいるということで警戒中でして、念のため、切符の確認をよろしいでしょうか。は？僕のことを疑ってるんですか？いえ、そんなことはありません。特徴が似ている方にお声掛けをさせていただいております。めんどくさ。いや、今急いでるんですよ。すいませんが、ご協力をお願いします。今じゃなきゃダメですか？少しで終わるのでお願いいたします。どちらからお越しですか？東京ですよ。もう行きますよ。ちょっとお待ちください。今、お客様の通った改札を確認したら、入場券が入ってたんですけど、これはどういうことですか？は？僕のじゃないですよ。あいつのじゃないですか？いえいえ、お友達の取った改札は、隣の改札ですよね。いや、だって普通に東京で切符買いましたもん。おいくらでしたか？5000ぐらいですかね。8570円です。あ、そうです、それです。お客様、ポケットから東京駅の入場券がはみ出してますが、今日のですよね。いや、違いますよ。お客様、駅には防犯カメラがあるのはご存知でしょうか？え？このままごまかすようでしたら、警察呼びますよ。いや、違うんです。間違えちゃったんです。買うところが分かんなくて。安心してください。警察は呼ばないので。ありがとうございます。では、料金が3倍運賃になりまして、25,710円です。あれ？ちょっとこれどうなってんすか？お客様、ちょっと拝見しますね。もう、これだから機械は嫌いなんですよ。早く見てくださいよ。お客様、ちょっとこれ入場券ですね。何ですか？それがどうかしたんですか？こちらはですね、乗車券じゃないので、本当はご乗車になれないんですよ。は？なんでですか？ちゃんとお金払いましたよ。入場券は、駅でお出迎えやお見送りをする際に、改札口を通るための切符ですので、ご乗車の際は、乗車券が必要になりますね。そんなの知らないですよ。じゃあもういいですよ。いくらですか？岡崎からですので、590円ですね。そんなにするんですか？この分も引いてくれましたか？いや、こちらの入場券の分とは別にここまでの分が必要になりますね。おかしいでしょ？だって僕150円払ってるんですよ。その分も引いてくださいよ。落ち着いてください。一旦ここでは590円払っていただきまして、お客様は悪気ないと思いますので、買われた駅で払い戻しできるようにこちらで証明させていただきますので、お願いいたします。じゃあ後で絶対返してくださいよ。はい、安心してください。早くしないと限定のクロワッサンが売り切れるわ。着いた。私が降りるわ。どきなさい。ああ、非常。なんか騒がしいけど知ったこっちゃないわ。すぐ助けるから退避所から動かないでね。うん。クロワッサンクロワッサン。ちょっと待てよ。あんたのせいで大変なことになってんぞ。何のことよ。電車から降りるとき前の子供突き飛ばしてったろ。ちんたらしてるからよ。その子は電車とホームの間に落ちたんだぞ。その目で見てこい。無事だったのかい？足が痛いよ。悪かったわね。足爪さん、地密で警察がお待ちです。新幹線で吸えるのもあと少しね。ママ大丈夫？ちょっとタバコの匂いがね。喫煙ルームから離れたとこにしたらよかったね。僕が煙を吹き飛ばすよ。無理だよ。はい、よかったら席変わりましょうか。え、いいんですか？俺んとこならそんな匂いもしないんで。ありがとうございます。ありがとう。ちょっとあんた、そこ私の席よ。え？あ、すいません。いない隙に人の席を横取りするなんて卑怯者ね。いや、そんなこの人タバコの匂いが。ちょっとおばさん、こっちの席取っといたよ。え？喫煙ルーム近い方がいいっしょ。確かにいいわね。そこの席くれてやるわ。よかった。お姉ちゃん、ありがとう。すいません、駅員さん。どうされました？子供が保育園児なんですけど、改札どうやって入ったらいいですか？そのまま通過して大丈夫ですよ。あ、わかりました。じゃあママ、行くよ。ちょっと待って。改札通るときに扉が閉まって、顔にぶつかったりしないかな。もういい？行くよ。どうしよう、心配。お母さん、安心してください。自動改札は身長が120センチ以下だったら、センサーが反応しないので、扉は閉まりません。そうなんですか？はい。そうすけくんの身長なら大丈夫ですよ。安心しました。そうすけ、おいでー。わー！笑顔よし。タクポよ、何をお願いすんの？宇宙平和。規模でか。初詣頼ぽよ。ちょっとあんたたち。何？ホームで初詣ができるみたいよ。え？ほんとかよ。あそこにお賽銭があるでしょ。きっと願いが叶うわよ。せっかくだしやってこう。そうだな。バカなカップルでよかったわ。これで今日は稼ぐわよ。じゃあお寿司食べ行こう。おう、これから初詣ですか？さっきホームでしてきたよ。ホームで？おばさんが教えてくれたんすよ。最近できたんじゃないの？そんなのホームにないはずですよ。皆さん、騙されてます。え？稼いだ稼いだ、あとは逃げるだけね。おいこらてめえ。よくも騙してくれたな。許さねえぞ。あいつら調子乗ってんな。一回ボコった方がいいんじゃね？かもな。飲みまーす。大丈夫か？頭から血が出てるぞ。どうしたんですか？そこに全てこけたんすよ。すぐに救急車を。わかりました。あんたたちが転ばせたんじゃないの？は？さっきもボコってやるとか言ってたわよね。それはちげえ話だよ。どういうことですか？自分たちでやっといて知らばっくれるのね。俺たちは何もやってねえよ。力の弱い子供をこんな目に合わせて物事の善悪もつかなくなったらおしまいよ。この社会不適合者めだから違うんだって。詳しいことは事務室で聞きますね。なんでだよ。おいこらてめえ。今防犯カメラ見てきました。やっぱり彼らが思った通りね。いえ、犯人はあなたです。あなたはホームに飲みかけのお茶を捨てましたよね。それに足を滑らせてこの子はこけてしまったんです。お前かよ。ふざけやがって。足爪さん、事務室へ。あっ、おじさん、何撮ってるの？何？おじさんが何か撮ってたの。ガキ、いいところで邪魔しやがって。ちょっと待てよ。クソ、気づきやがったか。逃がさねえぞ。スマホ見せて。なんでだよ。俺は何も撮ってねえぞ。なんか撮ったなんて私言ってなくね？じゃあなんか撮ったんだ。いい写真撮れた？見せてよ。だから何も撮ってないって言ってんだろ。じゃあ写真フォルダ見せろよ。だから俺は何も撮って。キモ。私の足取ってんじゃん。なんか勝手にカメラがついてるかもな。じゃあ防犯カメラを見てみましょうか。いや、そんなことしなくても。おじさん、さっきはお姉ちゃんの足を取ってたんだね。目撃者もいるみたいだし、サツにパクってもらおうか。それだけは許してくれ。許さねえよ。明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。これ、お年玉です。ありがとう。よかったね、そうすけ。そうすけ、ちょっとトイレ行ってくるね。どういたどういた。いっちゃった。まんまとお年玉を落としたわね。どういたどういた。結構分厚いわね。大金ゲットよ。おいこらてめえ。何よ。お年玉をお孫さんにでもあげるんですか？そうよ。僕もおいっ子にあげたいんですけど、いくらぐらいあげたらいいんですかね？そんなの知らないわよ。橋爪さんはいくらなんですか？チップ？僕のだ。なんで切符なのよ。あなたが奪ったのはポチ袋に入った切符だったんですよ。じゃ返すわよ。いいえ、年明け早々警察がお待ちです。チューン。帰ったら漫画でも読もうっと。おいのぶた。あ、ちゃんよ。お前の切符俺様によこせ。嫌だよ。そしたら僕が改札から出られないじゃないか。のぶたはどうなっていいんだ。早くよこせ。ああ、そんなひどいよ。はっは、早く書いてリサイタルでもしようかな。お客様、はい、切符を回収しますね。いや、持ってないんですか？さっきジャイオが。何意味わかんないこと言ってるんですか？まさか、正常者ですか？ああ、そんなはずないですよ。怪しいな、お前。事務室に来い。そんな、助けてよ。ほら、ガキ。あ、マジのこと話せよ。ん？俺がのぶたの切符取りました。まったく、事務室に来なさい。いってらー。静香ちゃんすげえよ。運転手さんかっこいいな。進行おれ。かっこいい。ちょっとあんた、何夢見てんのよ。高卒で運転手なんてなれないわよ。できたらいいなって思ってただけです。しかもあんたは女よ。女なんて運転もさせてもらえないわよ。そんなのわかんないじゃないですか。無駄なガキよ。あんたは諦めて私の靴磨きでもしてなさい。時給10円で雇ってあげるわ。そんなひどいですおいこらてめえ。あんたの考えはとっくに賞味期限切れですね。何がよ。来年度から鉄道免許は18歳から取れるようになったんです。何よ。そしてお姉ちゃん、安心してください。現在鉄道会社では多くの女性運転手が活躍してますよ。そうなんですか。あんな人の言葉気にせず夢を叶えてくださいね。はい。何？おばさんの靴磨き見つかるといいですね。シュー。めっちゃ睨まれてる。ママ怖いよ。そうすけ見ちゃダメ。どうされたんですか？あのおじさんが睨んでくるの。さっきからずっとなんです。すごく怖いんです。わかりました。こちらで対応します。不審者はどちらに？あの人です。金さん助けて。お願いします。助けてください。任せてください。おいお前、周りを睨みつけて何を企んでいる？何のことよ。とぼけるな。さっきから子供や女の子を睨みつけていただろ。そんなことしてないのよ。じゃあなんで睨んでたんだ？文字が見づらいのよ。老眼でな。老眼。ねえねえ、この後ボーリング行こう。1ゲームだけね。うんあん。何あいつ、謝れよな。作戦成功。お姉ちゃん、何？カバンの中見せてくれる？は？なんで？何か入れられてるかもしれません。は？なんか入ってた。何これ？それは盗聴器です。あのジジイ、これでいろんなことを盗み聞きしてやる。あのクソジジイ絶対殺す。ん？何言ってんだ？見つけたぞクソジジイ。こっち向けよ。あ、気持ち悪いことすんじゃねえよ。殺呼んでっから。違うんだ。諦めるんだな。ちょっと駅員さん、どうされました？ SL 人吉の切符を売ってちょうだい。何名分ですか？あるだけ全部売ってちょうだい。ではあと5席ありますので全てお取りしますね。レアな切符を高額で転売して大儲けよ。ではこちら切符ですね。はい、 SL 人吉の切符まだありますか？先ほど満席になってしまいまして。そうっすか。ばあちゃんの思い出の列車だったからラストランに乗せてあげたかったんですけどね。そうなんですね。ちょっとあんた、どうしても乗りたければ1枚20万円で売ってあげてもいいわよ。そんな額払えるわけねえだろ。じゃあ諦めるのね、貧乏人。もっと金持ちに言ってくるわ。そうだ。おいこらてめえ。あなたは転売目的だったんですね。それが何よ。本当に乗りたい方が乗れなくて悲しい思いをするなんておかしくないですか？金儲けをするならもっと人のためになることをしてください。何よ。使わない席は譲ってもらってもいいですか？ちょー、これでやるわ。あざっす。明日カラオケ行こう。とりあえずで行き過ぎでしょ。タナポよー。ねえねえ、ずっと撮られてね。うん、そろそろこれをさ。だね。いい写真撮れましたね。うん、はい。撮り鉄に混じっていい写真が撮れた。お前ら何やってんだ？何ってなんだよ。俺は電車撮ってんだよ。俺はケンイチだ。文句あんのかよ。ん？私たち撮ってたんじゃないの？あなたたちみたいな妖怪興味ないよ。海でも行ってろ。え、潰すよ。かっこよ、落ち着いて。今のうちに逃げるぞ。おいこらてめえ。え、撮り鉄に紛れて盗撮とは考えましたね。え、いや、俺も電車を。じゃあ何撮ってたんですか？2022年3月5日デビューの315系がわからないんですか？はあ、お姉ちゃんたち、どうします？殺す。あ、すいません、ちょっと切符なくしちゃったんですけど、ポケットとか財布探してもないですか？いや、結構探したんですけどないんですよね。もしないようですと、もう一度同じ切符を買っていただかないとなんですけど。あ、そうなんですか。いや、どこしまったかな。もし家帰ってからでも見つかりましたら払い戻しはできますので。いや、車内かもしれないですね。ちょっと確認してもらえますか？今のこだまですか？はい。では何号車のどの辺り座ってたか教えてください。7号車の窓側の3人掛けの後ろの方ですね。では一度車内に確認取ってみますね。ちょっとお客さん、あ、なんかあそこお店で来たんですね。前なかったのにな。いや、今逃げようとしましたよね。いや、してないですよ。あ、そうですか。怪しい動きはやめてくださいね。あ、ちょっとすいません。いや、ちょっとお客様、何ですか？電話来たからちょっとすいませんじゃないんですよ。逃げないでくださいよ。逃げないですって。じゃあ車内に連絡取ってきますので、ここにいてくださいね。わかってますよ。すいません、この切符改札通らないのでハンコをしてもらってもいいですか？あ、そうですか。券面見た感じだと問題ないので通ると思うんですけど。さっきエラーってなってたんですよね。改札機にはエラーの記録はないんですけど。あ、昨日やったんで。昨日だったら日付が違うのでエラーになって正解ですね。いや、今日もダメだと思って。じゃあ一回通してみますね。いや、ちょっと待ってください。なんで通らないんでしょうね。ちょっと失礼します。何やってるんですか？この紙、素材が違いますね。え、なんでですか？本来の切符ですと、鼻につけると顔の油がついて後になるんですよ。そんな切符をコピーするなんて、やるならもっとここが必要ですよ。くそ、次こそは逮捕しますね。くそ、ご乗車ありがとうございます。ただいまから切符の拝見をいたしますので、お手元に切符のご用意をお願いいたします。お客様、お客様、切符を拝見させてください。じゃあまた後でお伺いしますね。ご乗車ありがとうございます。あ、すいません、三河安城からなんですけど、ちょっと急いでて切符買えてないんですよ。あれ、車内で眠られてたお客様ですよね。え、さっき車掌から連絡があって、新大阪から乗られててずっと眠られてたので切符の拝見ができなかったと連絡があったんですよ。え、不正乗車ですよ。ちょっとお客様、得意のたぬき寝入りやめてくださいよ。あ、すいません、ちょっと寝不足なんですよ。話そらさないでくださいよ。警察呼びますよ。そんな万能じゃねえぞ。あ、ちょっとおまわりさん。いや、ちょっと払います。ご苦労さん、今日ぐらい変わるぞ。マジっすか？あざっす。中の仕事勉強してこい。はい、お願いします。はい、確認しますね。定期ですね、どうぞ。今日もうまくいったぜ。あれ？さっきの切符、改札通せるはずだよな。なんでわざわざこっちに？先輩、ここの魅力ってどうやって？さっきのおじさん知ってるか？あー、なんかいつもこっち通るんすよね。これは不正乗車の可能性が。お願いします。指をどけてもらっていいですか？一度こちらに渡してもらっていいですか？なんでなのよ。いいから見せてください。ビンゴ。お客様、悪質な不正乗車として罰金を請求させていただきます。ちょっと待ってくれ。もう逃がしませんよ。それ。私は東大に入りたいの。無茶言うな。点数が全く足りとらんのだよ。これから頑張るから。無理だって言ってんだろ。考え直せ。はあ、おばかちゃん、東大は無理ですよ。諦めろ。うるさい。俺の親の会社入れてやろっか。バカでも入れてくれるってさ。雑用だけどな。何なんだよ。おいこのてめえ。阿部寛？どいつもこいつもバカばっかりだな。はあ？今なんつった？そうやって人を叩くことでしか優越感に浸れねえバカどもが。なんだとこら、舐めてんのかこら。お前らと比べたら無謀なことに挑戦してるタクポヤの方が何百倍もマシだ。お前らがなぜバカなのか、それは世の中を知らないからだ。このまま国の馬車馬として働きたいか。いいか、不満ばかりの人生を送りたくなければ勉強しろ。バカとブスこそ東大に行け。はい、阿部寛強。見える見える、よく見える。ただで見れるなんて最高なのよ。ん？ちょっと車掌さん。はい。車内でわいせつな行為をしてる男がいます。え？すぐ行きます。あいつです。鏡を使って覗いてるんです。え？ちょっとお客様。わいせつ行為は許しませんよ。何がよ。その鏡に反射させて女子高生をジロジロ見てただろ。キモ。そんなことしてないのよ。嘘つかないでください。さっきから30分ぐらいずっと覗いてましたよね。ああ、覗いてたよ。ネトフリをな。はい。姉ちゃんがちょうど見たいドラマ見てたからな。じゃあ鏡にスマホの画面を反射させてたんですか？そうなのよ。何も悪いことしとらんだろ。迷惑行為です。事務室まで。すげー。ちょっと駅員さん、どうされました？財布を落としたのよ。盗まれる前に取りに行かせてちょうだい。ああ、すぐ行ってきてください。盗まれてたら許せないわよ。こっちか。ちょっとあんた、手に持ってる財布は私のじゃない？盗むつもりだったのね。いや、駅員のとこに。後から付け足しても遅いわ。盗もうとしてたんでしょ。ちげえっつってんだろ、ババア。本性を出したわね、腐ったみかんが。警察に言うわよ。俺はこれから届けようとしてたんだよ。信じてくれよ。どうかしら。五十嵐、出口反対だよ。何やってんの？だからこれを。そんなの届けなくていいよ。売りに行っちゃおう。ちょっとあんた、これで分かったでしょ、五十嵐がどっちなのか。あいよ、おばちゃん。ありがとうね。ゴールまでもう少しだ。浪江到着です。着いたー。ご乗車ありがとうございます。大回り乗車してきました。そうですか。どちらから来られたんですか？松本からです。結構遠くから来ましたね。神ルートを見つけたんです。これは誰にも教えたくない。では、念のためルートを確認してもよろしいですか？松本から塩尻に行って、塩尻から辰野から岡谷に行って、というわけで浪江に来ました。ありがとうございます。ではこちらから。ちょっと待て先輩、今のルート聞かせてもらったぞ。蘇我駅南船橋間が重複してんじゃねえのか。大回り乗車は同じ路線の同じ区間は通ることは NG だ。決まった。残念だが不正乗車だ。重複区間の3倍運賃いただきますね。あそこ空いてる。よかった。クソが取られたのよ。最近の若いやつはすぐ座るのよ。敬うってことを知らないのよ。いや、口を開けたらすぐ言い訳か。違うんです。これがわからないですか？妊娠してるからって何よ。別に病気じゃないだ。だっていいだろ。そんな。おいこらてめえ。おじさんには妊婦の辛さわかんないでしょうね。何がよ。つわりがひどい時は何の匂いでも、太陽の光浴びるだけでも気分が悪すぎて水だって飲めない時もあるんです。そうだ。初めの頃はまだお腹が出てないから気づいてもらいにくいけど、本当に辛いんですよ。辛いんだ。そうなのか。切れる前にしっかり相手を見てあげてください。マークや仕草で気づくことができるはずです。分かったのよ。クソが。お母さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お姉ちゃんももうすぐお母さんだね。ですね。ご乗車ありがとうございます。ちょっとお客様。何よ。IC 定期ですよね。そうよ。なんか機器が壊れちゃってタッチが反応しないのよ。そうですか。こちら区間は名古屋から豊橋よ。ちょっとインクが薄くて見えなくなってますね。それはそっちのせいでしょ。本当は名古屋から安城までよ。インクが薄くなったおかげでバレないわ。それは申し訳ありません。本当よ。まあこれで我慢するわ。いや、本当に申し訳ないので再印字させていただきますね。IC 定期でインクが薄くなってきた場合は窓口で再印字ができるんです。いいわよそんなの。もちろん無料ですのでご遠慮なく。ちょっと待ちなさい。あれ、区間が足りませんね。あれどうしてかしら。定期の不正乗車として超高額な罰金を払っていただきますね。バカめ。ガスト食って帰ろう。マジアリゲーター。やったー。そのスマホいただいたぜ。これを売って金にしてやる。ちょっといい？なんだ。スヌーピー好きなの？何がだよ。スマホの裏に入れてるくせに知らないの？これか。適当に貼っただけだよ。スマホの裏に入れるもん分かんないわけなくない？何なんだよお前ら、疑ってんのか。じゃあ顔認証してよ。違いますって出てるけど。じゃあパスワードはやっぱバカだから色々忘れちゃったんだ。ちげえよ、これは俺のじゃね。あんたは何、チーム犯罪。やめろー、キャラ強っ。シュー、何事ですか。買ったばかりのグラスが割れてるのさ。犯人を探し出してちょうだい。いやー、それはできないですね。どうしてさ、人のものを割った犯人がこの中にいるのよ。そう言われましてもあんた今笑ったわね。自分で割ったんじゃねえの。そんなわけないでしょ。っていうかあんたが割ったんじゃないのは。どう見ても人のものを壊しそうな見た目よ。そんなことするわけねえだろ。あら焦ってるじゃないの。ふざけんな、俺は何もやってねえよ。怖い怖い、手を出してくるわ。一度話を聞かせてください。いやちょっと待ってくれよ、おかしいだろ。見た目で判断する人にキレてます。だってクレヨンしんちゃんの園長先生だって見た目はめっちゃ怖いけど本当はめちゃくちゃ優しいし、その子も見た目はヤンキーだけど絶対家族思いで仲間を大事にしてるし、そもそもおばさんのこと気にかけてくれたのはその子だけだし、絶対いいやつなんだもん。疑って悪かったわね、すみませんでした。別にいつものことだ。いいやつ。鳥間渋谷でタピるマジアリゲーターイェイ。井の頭線に乗って渋谷から TY で乗り換えだ。席空いてるかな。僕何今日は一人かい。そうだよ、ママにお使いを頼まれたんだ。いい子だねおじさん。いい子にはプレゼントをあげたいんだ。うちに来ないかい。でもアイスやお菓子もいっぱいあるよ。うちに来ないかい。でもママが待ってるから。さっさと来いクソガキが。黙ってついてこい。おいこらてめえ。少年、うちで桃鉄しよう。かば焼きさんもあるよ。お前ら何なんだ。俺の邪魔したら許さねえぞ。あんたと同じようにうちに誘ってるだけだけど。もううちに来るって言ってんだ。少年、マッシュルも見れるよ。行きたい。おい、コマとけん玉もあるぞ。縄文時代かよ。ジョイコン買ってみんなでスイッチやろう。早くしたい。お前らそれは誘拐だぞ、警察に。誘拐犯さん、警察がお待ちです。どうしようどうしよう。デカさんのカードがないよ。どこやったの。どれだどれだ。ちょっとあんた何ですか。あの子のカード盗んだんじゃないの。どう見ても怪しい見た目してるわよ。俺はそんな価値のないカード盗むわけねえだろ。価値があったら盗むってことで、一度盗んだやつは何度でもやるのよ。だから俺はやってないんだって、信じてくれよ。じゃあその大量のカードは何なのよ。これはその犯人確定で警察を呼びましょう。ちょっと待ってください。最後までこの人の話を聞いてあげませんか。どうせ聞いたとこで。お兄さん聞かせてください。実はその子カードなくして泣いてたから、俺のカードどれかあげようと思って。みたいですよ。超悪かったわね。いつものことだよ。おい少年、このカードやるよ。ありがとう。ありがとうございます。俺いいやつじゃね。ご乗車ありがとうございます。ちょっとはい、今よ。ちょっとお客様。いろいろ考えたけど猫だましが結局一番よ。絶対逃がさねえぞ。あいつ誰だ。熱い熱い。お客様。なんだ。さっきは改札で暴れたみたいですね。何のことだ。猫だましをして逃げた時、マイナンバーカードを落としましたよ。作戦成功であの男のマイナンバーカードを偽装したのよ。次の駅で警察がお待ちです。クソがー。浮いたお金でピザでも食べようかしら。こんばんは。よくもやってくれたな。なんであんたが。残念ながら俺はめんどくさくてマイナンバーカードを作ってないのよ。なんですって。橋爪さん、警察がお待ちです。最近の X はつまんねえな。最近入手した定期欲しい人投稿。この定期安いな。ご乗車ありがとうございます。おいたくわ、なんすか。最近 X で不要になった定期券を販売してる奴がいるんだよ。マジっすか。警戒して監視を頼むぞ。わかりました。ちょろ、こんなのバレるはずねえよな。定期情報、57歳女性。おかしいな。メトロさん、あいつだよな。はいおぞ。はい、これで交通費だいぶ浮いたな。おい兄ちゃん。本当に57歳女性でしょうか。何のことですか。その定期の情報を見させてもらいました。それは X の投稿で入手した定期券ですよね。なんでそれをバレないとでも思いました。とりあえずざっと計算しますと罰金は80万円になりますね。終わったー。暑いよー。もうちょっとで着くから我慢して。涼しいわー。扇風機を持ってきて正解に。涼しい。ちょっとソースケやめなさい。ちょっとあんた。私の風に当たったわね。どういうことですか？私の扇風機の風に当たったんだから、お金払ってもらうわよ。そんな。1秒1000円よ。今すぐ払いなさい。いや、3秒当たってたわ。3000円払いなさい。ひどい。おいごら、てめえ。では、橋爪さんは、電車のクーラーに当たってるので、お金払ってもらいますよ。何がよ。それは話が違うじゃない。しかも扇風機が動いてるのは、電車のコンセント使ってるからですよね。それは。では、1秒。3000円払ってもらいますね。悪かしたします。スイカうまー。だな。やってやるよ。ん？聞け！え？何？なんだ？通路に財布とスマホを置け！すぐ出せ！はい。はい。全員出したか？隠してる奴は許さねえぞ！今のうちに！貴様！バカな真似はやめろと言ったろ！お仕置きだ！ママをいじめるな！なんだクソガキ！まとめて始末してやる！死ねー！どれぐらい飛んだかな。スイカの種で。すごい。みんなで種飛ばし大会しよう。よいですよ。冷てー。気持ちいいでしょう。うん。あの、ドア閉まりまーす。シュー。はい、駆け込み乗車やめてください。熱すぎる。熱い。頭がおかしくなりそうだわ。そうすけ。寝ちゃったね。どうしたの？重いよー！ちょっと何してるんですか？私の飲み物がぬるくなってたから、首の冷たいので冷やしてたのよ。そうすけ大丈夫？首が痛いよー。ちょっとぐらい冷やさせなさい。おいごらてめえ。そんなに冷えたのが飲みたかったら、北極にでも行ってきたらどうですか？何よ。これは傷害罪となります。暑い刑務所でお過ごしください。もう車椅子は嫌だよ。次の検査が終われば歩けるよ。あ、そうすけ、あの電車だよ。西武線だ。行くよー。どうしたの？隙間が怖いよ。大丈夫、ママがいるから。え？何をちんたらしてるのさ。すみません。こんな隙間が怖くて大人になれないわよ。そんなこと言わなくても。ビクビクしてないで私が押してあげるわよ。おいごらてめえ。車椅子の方からの目線では、この隙間がより広く感じるんです。不自由な体で隙間に落ちそうになるのは相当な恐怖です。そうなのね。そうすけくん、スロープ遅くなってごめんね。これからも電車とホームの架け橋は僕らが作るからね。ありがとう。特急あずさだ。かっこいいね。頑張った私にご褒美の焼き芋よ。甘い。まるでスイーツよ。ママ、焼き芋食べたいよ。帰りにヨッシーの焼き芋屋さん行こっか。やったー。ちょっと失礼。臭いよー。そうすけ、大丈夫？そんな大げさな。そうすけ。おいごらてめえ。自然現象なので仕方ないことですが、もう少し周りに気を使えないですかね。私はちゃんと屁をこく前に、ちょっと失礼って言ったわよ。だからといって人に向けてするのはおかしいですよ。屁を一こきしたぐらいでうるさいわね。芋食ったら誰でも出るでしょ。ただ、橋爪さんの屁は臭すぎますので、次の駅で降りてください。帰りカラオケ行こう。それアリゲーター。ディズニー歌おう。女子だね。やばいわ。口紅を忘れたわ。どこを歩くんだっけ？この小娘、いい口紅持ってるじゃない。歩いて走って今よ。日の光浴びながら。よし。あれ、どうした？リップ折れてんだけど。やば。じゃあ今のうちに。ちょっと待って。そのリップの色、私のロムアンドだよね。何を言ってるのさ。私のよ。じゃあカラーナンバーは？4よ。全然ちげえわ。おばさんはケチャップでもつけてろ。よくもやったわね。ちょっと皆さん何事ですか？食らうのよ。あ、やば。鉄道警察がお待ちです。最近の若者はスマホばっかね。いけ、孫悟空。かっこいいね。カメハー死ぬわよ。ここで悟空は死ぬわよ。なんで？ちょっとネタバレやめてください。他の仲間もみんな死ぬわよ。ちょっと。こいつもみんな死ぬわよ。ひどい。おいごらてめえ。皆様の快適な時間の邪魔はやめてください。何が邪魔よ、先に結末を教えてあげてるのよ。親切じゃないの。そういった方もいるかもしれませんが、絶対にネタバレをしたくない人もいるんです。楽しみにしてたのに。社内での迷惑行為はやめてください。うるさいわね。ちなみに橋爪さん、この後あなたは不正乗車により罰金を払っていただきますよ。何のことよ。あ、ネタバレダメでした。シュー、ご乗車ありがとうございます。何なのよ。何でもないわ。次はあの金髪不良野郎よ。は？お客様どうされました？この男が私をぶったのよ。同じにもぶたれたことないのに。本当ですか？ちげえんだよ。俺が改札タッチするときに急に頭突っ込んできたんだよ。嘘をつくんじゃないわよ。自分のイライラをか弱い私にぶつけてきたのよ。慰謝料を請求するわ。勝手なこと言ってんじゃねえよ。こいつは当たり屋だ。まあひどいことを言うわ。本当に当たり屋かもな。さっきも俺にも同じことをやってきたのよ。そいつは改札の当たり屋なのよ。ふざけるんじゃないわよ。そんな証拠どこにあるのさ。ここにありますよ。防犯カメラに映ってましたよ。当たり屋さん。もっと冷房下げれねえのか。こちらは弱冷房車なので。知らねえよ。さっさと下げるわ。わかりました。邪魔だガキ。じゃあ明日までに金揃えて持ってこいよ。怖いな。おい姉ちゃん、俺の隣座れ。いや、大丈夫です。おめえに断る権利ねえよ。早く来い。怖いよ。どうしたら。シュー。あ？みすぼらしい見た目で、まるで教養がなってないわ。なんだババア、舐めてんのか。言葉が稚拙で笑っちゃうわ。そんなのじゃ外人に笑われちゃうわよ。うるせえな。ぶっ飛ばすわ。ぶっ飛ばしてみなさいよ。ここで私がぶっ飛ばされて電車から飛び出して、反対車線の電車に引かれて死んだら、あんたは殺人犯よ。そしたら人生まともに生きられないわよ。は？ちゃんと自分の発言に責任を持ちなさい。あんたみたいなやつ、地獄もお断りよ。何言ってんだよ。よしよし、あいたあいた。おばさん強。ああ、飲んだ飲んだ。あれ？おい、蒲郡行く電車いつ来んだよ。お客様、蒲郡方面は先ほど最終電車が出ちゃいましたね。え？ふざけんじゃねえよ。乗ろうと思って急いで来たんだぞ。そう言われましても出発してしまいましたので。こんな時間客も大して来ねえんだから待っててくれてもいいだろ。申し訳ありませんが他のお客様もご利用されていますので。大体よ、改札まで遠いんだよ。階段も多いしよ。そんなんだから遅れたんだよ。お前ら責任取って臨時で今から電車走らせろよ。申し訳ありませんがそれはできないですね。近くのホテルご利用いただきますか、タクシーで帰っていただいてもよろしいでしょうか。お前なめてんのか。それだったらタクシー代とかホテル代とか出せよこの野郎。ちょっとそれはお客様で負担していただきますね。お前うちこってんのか。お客さん、それを待ってましたよ。あのカメラにしっかりと証拠は映ってますからね。これから警察が無料でパトカーでお迎えに参りますので、そのままお待ちください。ああ。おー、来た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 。ちょっとお客様、危ないですので、黄色い線からはみ出ないようにお願いしますね。うるせえな。はみ出してねえだろ。いや、先ほどは夢中になってカメラを覗いていたので気づいてないかもしれませんけど、はみ出してましたよ。いちいちうるせえな。もしホームに落ちてしまったら大変ですので、こちらも安全のためにお伝えしておりますので。ホームになんて落ちねえよ。勝手なこと言ってんじゃねえよ。いえ、過去には落ちてしまい、残念ながら命を落とされた方もいらっしゃいますよ。知らねえよ。お前らがちゃんと見てねえからだろ。お前らがルール守らねえからだろ。落ちてからじゃ遅いんだよ。楽しく撮影する分にはいいけどよ、ルールは守れよ。あ、はい。次ルール破ったらもうここ入れねえからな。はい。青春18切符ご利用のお客様はこちらにお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日2回目です。はい、では2回目に押させていただきます。お客様、2回目のところに穴が開いてるんですけど、2回目のご利用でお間違いないですか？おー、はい。目が泳いでますよ、お客様。2回目のところに、うっすら赤いインクがついてるんですけど、どういうことでしょうか？本当ですか？1回目のが滲んじゃったのかな。お客様、穴が開いている意味がわかりますか？いや、わかんないです。もしもインクが消されたとしても、ご利用されたのが分かるように駅員はわざと穴を開けてるんですよ。そうなんですね。お客様、青春終わっちゃいますよ。すいません、3回目です。青いね。ご了承ありがとうございます。すいませんお客様。なんですか？今通した切符を拝見させてもらってもいいですか？なんでですか？今改札の調子が悪くて、ちゃんと印字されてるかの確認です。大丈夫ですよ。いや、降りる時に困りますので。ちょっと急いでるんで。子供の切符使ってますよね。改札に入る時、ピヨピヨって聞こえたんですよ。何言ってるんですか？自動改札機は子供の切符を通すと、ピヨピヨとひよこが鳴くんですよ。そんな。それでは大人の3倍運賃いただきますね。ちょっと駅員さん。はい、どうされましたか？今俺電話してんだろ。このピンポンって音消してくんねえかな。お客様、それはできないんですよ。なんでだよ。みんなうるせえと待ってるぞ。いて。あ、すいません。お前ぶつかってんじゃねえよ。すいませんでした。まあ仕方ねえか。お客様、先ほどピンポーンの音を消せとおっしゃいましたよね。ああ、そうだよ。この音は目の不自由なお客様のための盲導令というものなんですよ。先ほどの方のように、この音を頼りに駅の改札まで来る方もいらっしゃるんですよ。ああ、そうなのか。ここがうるさければ外で電話してください。ああ、まあ寒いけど外行ってくるわ。待たしちゃってごめんね、ゆりちゃん。お幸せに。すいません。はい、どうされました？財布の忘れ物ってありましたか？確認しますので、詳しくお伺いしてもよろしいですか？はい。どこで落としたか覚えてますか？多分トイレに置いてきたと思います。かしこまりました。財布の特徴を教えてください。確か茶色の長財布ですね。ブランドは何だったかな。結構前に買ったので覚えてないです。わかりました。お客様、ちなみにこちらでしょうか？ああ、そうですね。はい。財布を忘れる方はよくいらっしゃるんですけど、大切な財布のブランドを覚えていないという方は少ないんですよ。いや、買ったのが結構前だったので。ちなみに中に免許証が入ってるんですけど、お名前お伺いしてもよろしいですか？ああ、なんだったかな。ちょっと前、結構前に名前のなんかいろいろ変更とかがあって、なんかすぐに警察が参りますので、そちらで詳しくお話しください。ああ、すいません。財布ありました。手遅れですよ。ご了承ありがとうございます。お客様、ちょっといいですか？お客様、聞こえてますよね？なんだよ、急いでんだよ。改札を出るときに人を認知するための黒いセンサーを本で隠してすり抜けましたよね。切符通したちふざけんなよ。改札機のデータも残っていますし、防犯カメラもありますよ。それに見たのは僕だけじゃありませんよ。払うよ。これ藤枝から。まあ落ち着いてください。しっかりと罰金を請求いたしますので。急いでんだよ、早くしろよ。急いでる方はこんなことしないんですよ。兄貴、冬休みは俺長野にずっとおるで、よかったら俺の定期使っていいで。そうなの？使わせてもらうわ。ちょっとお客様、何ですか？お客様は学生さんですか？いや、社会人です。そうですか。今使われている定期券が通学定期券だと思うんですけど、お客様のですか？いや、弟のですね。弟さんのですね。ですと、不正乗車になります。どういうことですか？定期券は、まあ、免許証のようなもんです。名前を記されているご本人しかその効力は使えません。そうだったんですね。本来ですと罰金を含めまして数十万円の請求になりますが、わざとじゃなさそうなので通常の運賃をいただきます。助かります。ありがとうございます。弟さんにもよろしくお伝えください。はい、マジでぶっ飛ばしておきます。あいつのせいで。仲良くねー。どうされました？俺のサンダルがエスカレーターに挟まれちゃって止まっちゃったんですよ。なるほど。怪我はないですか？はい、大丈夫です。他に怪我をされたお客様はいないですか？急に止まったのでこけたんですけど、その時にちょっと。ですと頭なので念のため救急車をお呼びしますね。お客様、ちょっと待ってください。なんすか？あとはお願いしますよ。お客様、なぜサンダルが挟まったんですか？ちょっとぼーっとしてたんで。スマホをいじってて足元を見ていなかったんですよね。いや、違いますよ。防犯カメラで確認しますよ。いじってようがよくないですか？そんなに大事じゃなかったんで。甘く考えんなよ。海外ではよ、足元を引き込まれて死んじまった人だっているんだぞ。ちゃんと足元を見ろ。はい、わかりました。ご乗車ありがとうございます。まだ切符をお持ちでないお客様はお申し出ください。お客様、この定期区間だと2つ先の駅からになってるんですけども、もっと前から乗ってましたよね。いや、乗ってないですよ。いや、乗ってましたよね。田舎の路線じゃ乗っても各駅 2,3 人です。顔ぐらい覚えてますよ。人違いじゃないんですか？いやいや、そんなことはありませんよ。だって途中寝ているあなたと私だけの時もありましたからね。じゃあ証拠あるんですか？こちらです。たった数百円で悪者になっちゃいますよ。ケチるのはやめましょう。ごめんなさい。ああ、いってーな、おっせえなこのノロマ。おい、ぶつかったんだからなんか言えよ。ああ、そうだ、お前耳も聞こえねえし喋れねえんだったな。このノロマが邪魔なんだよ、消えろ。ああ、お客様大丈夫ですか？おい、ちょっと待てよ。なんだよ。お前は本当に弱い人間だな。どう見たってあいつだろ。お前だよ。は？目見えてんのかよ。はっきり見えてるよ。じゃあなんで？確かに彼はお前よりも欠けたところがあるさ。それでも彼は俺にもお前にもない経験をしてんだよ。そんな自分を乗り越えて、そんな自分を全て愛して彼は生きてんだよ。そんな彼が本当に弱い人間か？謝ってこいよ。ごめんなさい。あいつなんて。ご乗車ありがとうございます。あれ、やべ、紐抜けない。やば、どうされましたか？ちょっと靴紐が吸い込まれて抜けないんですけど。乗車の方を呼ぶので一旦靴を脱いでこちらまで来てください。あ、はい。あ、怪我はないですか？ああ、大丈夫です。他のお客様は大丈夫ですか？あ、大丈夫そうっすね。早く靴取ってくださいよ。お客様、靴紐がほどけてるのに気づかなかったんですか？あ、ちょっとゲームしてたんで。ゲームはあなたの命や周りの方の命より大切ですか？そんな大げさなことないですよ。エスカレーターが緊急停止して上にいる人が転げ落ちたらどうなると思いますか？下にいる人たちも何十人もの人がのしかかってきたらどうなると思いますか？ゲームはいつだってできますよね。はい。手元より足元を、周りをもっと見てください。すいませんでした。ん？ちょっとお客様、エラーになってるのでお待ちください。くそー、人が多くて見失っちゃったな。ん？あれ、お客様、入場が入ってないんですけど、ちゃんとタッチしました？え、しましたよ。先ほど三島駅から改札を無理やり突破していった男がいると連絡が来ておりますが。そんなやついるんですね。それって完全に不正乗車ですよね。そうですね。多額の罰金を払っていただきますよね。ところで、どこから来たんですか？新庄駅です。新庄？新城ではないんですか？あ、すいません、新城です。新城駅は自動改札ないんですよ。え、ああ、そうでしたね。ついうっかりしてました。お客様、田中太郎さんですか？え、はい。三島駅に免許証の忘れ物があったみたいですよ。事務室へお願いします。案外ちょろかったな。明日も行けんじゃね？江本君、藤枝君、おはよう。おでもーす。おでます。さっき駅員さんから連絡があったんだけど。本当に無賃乗車をしたのかい？ああ、すいません。うん、自分たちが一番わかってるよな。これからは後悔しない生き方をしなさい。すいません。これで払ってきなさい。え、いいんですか？マジっすか？お釣りで焼肉でも食べてきなさい。その代わり、二度とするなよ。やめろよ！いいから見せろや。やめろって言ってんだろ！お前、タクコのこと好きなんだら LINE で告れ。うるさいな、返せよ。6番線急行列車発車します。危ないので下がってください。俺が送ってやるからよ。任せとけって。いいから返せ。おめえみたいな陰キャ相手にされねえか。うるさいな、いいから返せ。危ないので黄色線の内側に下がってください。いいから貸せって。俺がタクコに送ってやるや。やめろって言ってんだな。下がれ。大丈夫か？あ、はいはい。無事でよかった。こちら安全確認取れました。運転再開お願いします。お兄ちゃんたち、ホームでじゃれ合ってたら危ないだろ。すいませんでした。あと少しでも電車を止めるのが遅かったらどうなってたと思う？線路に落ちてねえし、かすっただけだろ。おいこら、てめえ。は？擦り傷で済むと思ってんのか。済むっしょ。引かれるわけじゃねえし。お前は人にぶつかったことあるか。当たり前だろ。いつもぶつかってるやん。ぶつかった時どうなる。相手がぶっ飛ばされるやん。俺強えから。じゃあ同じように電車にぶつかった時どうなるか一番わかんじゃねえのか。は？8両編成の電車は重さ約200トン、ボディは鋼鉄。そんなバケモンみてえなやつが100キロ以上のスピードでぶつかってくる。どうなると思う。死ねよ。そうだろ。さっきお前らがやってたことは命をかけられるほどのことか。ちげえな。違います。電車は便利なものだけど、ルールを破ったら簡単に人の命を奪ってしまう兵器になる。この先未来しかない。お兄ちゃんたちがこんなところで命を無駄にするんじゃない。はいはい。お前たちすいません。させ無事でよかった。生きててよかったな。先生。力士2000人が鉄の鎧をつけて100キロ以上のスピードでぶつかってくる。どうなると思う。